はい、タンタンです。今日はこれもね、久々に入ってきました。こちらフェイマスですね。こちらね、 FLS の KK という、あの清志小林さんの監修したシグネチャーモデルですね。はい。特徴的なのは、まずは、まあ、ソプラノのロングネックになるんですけれども、カッターウェイがついてるっていうのがまず一つですね。それと、こちらゼロフレット仕様、ウクレレでは珍しいですね。ゼロフレット仕様になっている。それとこちらはフェイマスの中でも珍しい、ゴールドの UPT のペグ、こちらがついている。こういった形、この辺あたりが特徴で、トップがマホガニーの単板、サイドバックは合板っていう仕様ですね。はい。こういろいろとこう使いやすさをね、追求してという、そんなイメージですよね。軽快で、まあそうですね、あのトップは短板で非常によくなるんですけども、サイドバック後半になっていることで、こう軽快な感じというかな、ちょっとシャキッと歯切れのいい感じ、そんなのも出てるのかなと思いますね。非常に弾きやすいですし、やっぱりあの操作性がいいですよね。こうボディはちっちゃいんだけど、カッターウェイがついてて、こうロングネックの仕様、コンサートスケール仕様っていうこととか、まあ UPT のペグだったりとか、このあたりっていうのはこうストレスなく非常に演奏ができる、こう演奏家の方がね、やっぱり監修しただけあるなという感じの、全体のこだわりのスペックが詰まった一本かなと思います。はい。ということで、まあ、一応ね、限定生産なのかどうなんだろう、そんなにね数は作ってないみたいで、まあワンロット作ってしばらく作らないでっていうのを繰り返してるみたいなんですけれども、こう他のね、あのフェイマスのモデルみたいに常にどんどん作ってるというわけではないようなんですけれども、こちらのモデル今回また入荷してまいりました。はい。ぜひね、もちろん清志さんのこうファンの方というのでももちろんいいと思いますけども、普通にこうなんていうのかな、実践とかライブとかね、そういったところですごく使いやすいウクレレ、演奏性の良いウクレレっていうのを探している方なんかにも非常におすすめできる一本かなと思います。ということで、フェイマス FLS の KK ですね、清志小林モデルとなっております。こちら、今回はまた一本かな、ま、多分ね今はとりあえず上がってきてはいるとは思うんですけれども、今回はこちらの一本が入荷ということになっております。ぜひ、こちらもお早めにお問い合わせいただければと思います。それでは、タンタンでした。